はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。5月は21日日曜日でございまして、3時ちょっと回りました。実はですね、この動画を撮る合間にいろんなことやってるんですけど、原稿を書いたりとかですね、まあブログの原稿を書くときもたまにありますけども、まあ原稿を書く、あとメルマガを出すってあるんですね。今日も出しました。今日出したメルマガはですね、これでございまして、榊篤史マンション情報535杉並区から2物件を送信というですね、まあ送信というこれはブログのタイトルなんですけど、杉並区から2物件というメルマガを出しました。535でございます。この有料メルマガを出し続けてですね、もう何でしょう、かれこれ12年ぐらいかな、ぐらいになろうかと思います。まあ、10年以上であることは確かですね。ちょっと記憶は確かにないですけど、1月1590円です。高いというふうにおっしゃる方がいるんですけど、僕のね、資産価値レポートというものをこれ有料で頒布してるんですけど、これがですね、どうでしょうね、一部券にしたらですね、額確認したら200円ちょいぐらいなんですね。でメルマガってだいたい5、6号出すんです。で取り上げるのはですね、だいたい 2,3 物件ですから、まあ10物件以上は絶対毎月出してるんですね。でそれを考えるとですね、全然こう高くはない、むしろお得な場合が多いです。場合によっては一気に5物件出したりします。で月に7号8号まで行く場合もありますし、そうした場合ですね、20物件以上を紹介する時もあるんですね。であるいは時々ですね、ノートに特別の記事を書くんですね。有料で読んでいただける記事っていうのを書くんですけど、それはほぼ無条件でですね、有料メルマガで配信をします。1回500円の記事もあれば980円の記事もあります。それも全部無料です。で出してますんで、1590円という値段はですね、おそらく倍、私の中ではですね、倍以上の価値があります。ただ毎月徴収というクレジットカードでですね、毎月徴収になりますんで、自動引き落としになってしまいます。でお辞めになりたい方はですね、そのペイパルというのを使ってますんで、イーロン・マスクが作った決済システムですけどね、もうイーロン・マスクは早々と追い出されたんですけど、ペイパルでですね、停止の手続きをしていただければいいわけで、何も難しくありません。時々でけへんとか言ってしてて、僕の方に言ってこれる人いるんですけど、それは各人さんがペイパルと結んでる月次仕落とし契約なんですよ。だから基本ですね、各契約者さんがペーパルに対してもやめますと言っていただく必要があるんですね。当事者同士ですから。ですんで、基本それでお辞めいただければ、いつ入っていつお辞めいただいてもいいわけですよ。で、お辞め入った瞬間からですね、その次の号から行きますし、お辞めいただいたら次の号から行きません、基本的には。時々ですね、間違うと言ってる場合あるんですけど、時々あります。そういう時はお知らせいただければですね、ちゃんと手続きをしますんで。で、ごくたまに契約してるのに送られてないってのがあります。ごくたまにいろんな事故がありますんで、そういう時言っていただければですね、大体こう、お金をいただいてる時、遡ってお送りするようにしますんで、まあ、事故はあります。でもうね、10年以上続いていましてですね、そんなに業者の方は契約してくれてませんよ。でもね、もうね、この人絶対最初からおったやんという人がですね、2桁ぐらいはいるんですよ。メンバー見るとそんなに多くないんでね、1年に1回ぐらいわーっとチェックするんですけど、あれ、この人ずっといるやんみたいな人いるんですよ。でその中のね、何人かはね、実はね、お会いしたことあるんですよね。で、ものすごい富裕層なんですよ。それで、ものすごいね、不動産投資のね、あんまりおすすめできないパターンなんですけども、新築マンションを区分で買うという人がいるんですよ。あんまりね、これね、非常に困難というか、難易度が高いんでね、おすすめはできません。でもですね、このマンションのこの部屋とかで買う人いるんですよ。で、
で、私の有料メルマガってどういうふうにこうしてるかというと、私東京23区と川崎市のほとんどと京都市全域と大阪のタワーマンションと大阪の大規模マンション、千葉の大規模マンション、埼玉の大規模マンションというのがカバー範囲なんですね。でその資産価値レポートでですね、そこで販売されている全てのマンションのホームページに行ってですね、チェックする状況、もう私全部チェックしてますから分かるのは、これ売れてるとか売れてないとか、これは A マンションやなとか。で昔は23区は全部回ってました、現地を。ここ1年ぐらい足が痛くてやめましたけど、もう年足もそれはやめようかなと。今ね、Google ストリートビューで大体分かるんですよ、現地行かんでもね。で、だからもうどんなとこにあって、どんなマンションでっていうのはもうほぼ分かるんですね。でそれで資産価値レポートを作成し、更新している中でですね、このマンションおもろいやんという物件を取り上げて、その資産価値レポートの中をそのままそのマンションの項目だけをペタッとこう貼っていくんですよ。まあ、だからチョイスしてるわけで、私がこれ面白いねと、うん、でもう最近ないですけど、これ割と安いでっていうのもです、昔はあったんで、初期の頃は今はもう安いでというのはないですね。これ市場価格なめですねというのはありますけど、あんまり無理してませんねというのはありますけど、でまあ面白いでっていうのはまあほとんどですね。でもですね、その何人かですね、この人があれやなと顔が思い浮かぶような人はですね、その新築マンション投資でですね、かなり成功されてるんですよね。で僕のね、そのねレポートのねで紹介した物件買うてるんですよ。で確かにね、僕はねそれ買えとは言いませんけどね、買うたら大体成功してるんですよ。当たり前ですけど、この10年間ですね、都心のですねちょっといい物件を買ってればですね、必ず値上がりしてるんですよ。これは私のね、この目がいいとかっていうんじゃないですよ。私はその中でもマシなのを選んでるんで、さらにその上昇率が高いわけですね。だからこの10年間で彼らはですね、多分相当儲けてるはずなんですよ。でも上手に売ってるかどうかまでは知りませんよ。そこまで僕はフォローしてませんから。ただ、間違いない物件を選んであげてるんですよ。これこれこれ、これやで、これやで、これやで、って言って。だからそれをね、もうずっとね、買うたはるんです。んで彼らって警戒心が強いんで、そこまではっきりに買いましたよとかって言わないですけど、見てるとね、明らかに買うてるんですよ。お前買うてんやろみたいなんですね。それは私もいろんな情報網がありますんで、わかるんですね。うわあいつ儲けよったなと。そういうふうにね、僕最初はね、そういうつもりで出してるわけではなくって、一般エンドユーザーに向けてね、面白いマンション、安いマンション、安いというかお買い得マンションがあればお知らせしますよ、それをそのレポートですよというふうにしてたんですね。1590円で。でも安くはないけどね、別にね、三月取っていただいたらいいわけでして、1年でも高々2万円いかないわけでしょ。それでほぼ間違いなくですね、その1年間で出た中でいい物件を必ず選べるわけです。まあ自分で見てたら大変でしょ。そんな一生懸命新築マンションどれがいいねどれがいいねって、本来仕事もあるし、それをね1年わずか2万円余りでですね、まずですね、面白いものをですね、注目に値するものがですね自動的に入ってくるわけで、まあ安いもんやと、そう思っていただける方だけがですね、今でも会員さんでいらっしゃいます。最盛期に比べれば減ってますよ。半分ぐらいだったんじゃないかな。それでもガツッといるんですよ、取っていただいてる方が。えらいもんやなと思います。そのうちの何人かは多分相当儲けたはずです。ちょっと返してな僕にもと思いますけどね。儲けてんのちょっとちょっとええやんちょっと、2% でいいしとかみたいな、そんな感じですよね。 2% でもな、もうね、よけた万円超えるんじゃないかと思いますけど、これからどうなるか知りませんよ。これからどうなるか知りませんけども、僕 の, その資産価値レポート の, その、有料メルマガというのはそういうもんなんですよ。これからねこう下がる時期になりますから、
まあまだ下がってませんけど、この後下がる時期が来るわけですね。そうなると今までみたいにですね、僕のですね、有料メンバーが乗った物件を買うとけば間違いないというような流れにはならないかもわかりませんけども、まあ一応ですね、参考にはなるんかなと思います。まあ別にまあ価値が分かっていただける方だけがですね、買い続けてというか会員を続けているということではあるんですけどね。まあ一応ご紹介まで、一応説明のところにね、そのページを一応貼っときます。はい、皆さんどうもありがとうございました。